赤間ヨガスマイル。さあ始まりました赤間ヨガスマイル。今回私がやってきたのは宮古諸島の下地島空港です。そして今回またしてもお供してくださるのがこちらの方。どうも中村雅也です。お願いします。よろしくお願いします。よいしょ。宮古島いいところですね、はい、もう3本目3回目、はい、どうですか赤間さん。宮古はいやーなんかもう楽園みたいで、おなんか絶対また来たいなってもう思っちゃってます。今楽園みたいって言いました、はい、タンディガタンディ。えタンディガタンディなんて言ったと思います。宮古の言葉です。えなんだろう。タンディガタンディありがとうありがとう。正解。ちょっと宮古すみません。勘がいい。すごい。でもやっぱヨガもねカフェも回って、うんはい、ほんとね僕ねやっぱこの BS 吉本ズミほんとズミだわ。ヨガやってる時の感じ。ヨガやってる時最高ってことです。あ最高なんですね。ズミっていうんだ。はい。いやでもほんと宮古島ズミですね。やったリゾート感満載でどこ切り取っても綺麗ですよね。そうなんですよ。特にね、うん、この下地島の空港は国際線も出てますし韓国とかね、はい、台湾とかもだし、うんうんうん、やっぱ綺麗なんで、はい、何よりもねやっぱそのまあこれ言っていいのかな僕ちょっとあのウォシュレットにすごいこだわりあるんでここの空港のトイレめちゃめちゃ綺麗です。えウォシュレットあるんですか。最高です。音姫もありますありがとうございます。いつもありがとう。面白すぎる。ありがとう。ちょっと見てほしいものがあるっす。え、まあちょっとまだ言えないですけど、ちょっといいですかじゃあ。お願いします。もし上まさかトイレじゃないですよね。いやいやこれでトイレ行ったらもうちょっとね、僕もね初めて下地島空港来た時に、はいはい、ちょうど駐車場からこの道を通って歩いてくるんですけど、はいはい、まっすぐね、こっちが空港で、はい、ひときわ目立つね、ちょっとペイントというか、え子供も喜ぶし。えアニメみたいなの好きですか。そういうのアニメ好きです。ああじゃあこちらでございます。えあああれこれウィンディっていうキャラクターが2匹いるってことは、はい、あシーサーです。うわー本当だ。ウィンディーシーサー。ウィンディがシーサーになってる。すごい。ポケモン好きですか赤間さん。ポケモン顔してます。じゃああそこ多分真ん中に入ると最高の画角で撮れるんです。ここえちょっとここ2人で入りましょう。193 邪魔だぜあめっちゃいい。すごい。えめっちゃいい場所。左が開いてて右が閉じてる。閉じてる。あこんなポーズがあるんですね。そうなんです。よかった喜んでくれて嬉しい。嬉しいこんないい場所が。付き合おうかな。いきますよ。はい何いいさあ赤間さん。はいやってきましたよ。やってきました。こちらはですね、うん、地元の方に聞いて、はい、本当の穴場スポット。地元の方しか知らない。おだからね BS 吉本さんで公開したくないんですよね本当は秘密のスポットなんだ。もう赤間さん特別です今回。嬉しい。めちゃめちゃいいところです、ね、見てくださいこれほら宮古ブルーねえ。これが宮古ブルーなんですね。透き通ってるでしょ。うんそれだけじゃないです。しかもですね、はいはい、ここにね、はい、分かるかな、まあ、絶対見たことある、はい、みんな大好きなお魚ちゃんがいるんです。うわー見てみたいですね。そうせっかく宮古に来たらね、はい、まあ、シュノーケリングって言うんですけどマリンも楽しんで、はい、お行きますか。じゃあお願いします。行きましょう。じゃあ入りたい。お願いします。たまに潜るですね。おでもここは初めてだからあちょっとワクワクしてる。行きますか。じゃあお願いします。でしょ。はい。しかも水温もちょうどいい。そう。空を見ながらね。最高ですね。本当は。やっぱずーっとねシュノーケリングしてると疲れちゃうからたまにこう
あ、休み方もあるね。なんかデートしてるみたいですね。また言ってる。熊の実をね、ぜひね、見てほしかったんです。かわいいですね、近くで見ると。あれ、イソギンチャクですよね。初めて見た生で。喜んでいただけました？はい。楽しい。ありがとうございます、マスヤさん。いやいや。こんな素敵な。熊の実もかわいいですけど、赤本もかわいいですよ。嬉しい。いや疲れた。疲れましたね。やばい。元気すぎる。なんかね、やっぱね、スイッチ入ってましたよ。あ、でも気に入ってもらってよかった。ヨガだな。ヨガの体力だな、あれは。すごいわ。うわ、めっちゃ楽しかった。疲れてない？はい、楽しさの方がまたある。よいしょ。もういいですか？ヨガしますよ。そうですね、メインはヨガでした。楽しんじゃった。レッツ赤間ヨガスマイル。今回は代謝を上げる効果が期待できるフローヨガを行っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。はい、マットの上に四つ這いの姿勢になります。足のつま先は立てて、肩の真下に手首、足の付け根の下に膝が来るようにして四つ這いになります。両方の肘のシワとシワを向かい合わせにして少し肘を緩めます。吸って背中を反らせて目線前、吐いて背中を丸めて目線おへそ、吸って背中を反らせてお尻を斜め上、吐いて背中を丸めて背中の中心を高く持ち上げます。この動きを数回繰り返しましょう。キャット&カウ。背骨を一つ一つ丁寧に動かすイメージで自分のペースで行ってください。切りのいいところで四つ這いの姿勢になり、今度は両手を前に向かって伸ばして、吸って胸をマットに近づけて、吐いておでこか顎をマットにつけて猫の伸びのポーズ。そしたらそのまま四つ這いの姿勢に戻り、息を吸って両手両足でマットを押して、吐いてお尻を斜め上へと向けます。膝を緩めて重心を足の方へ移し、片足ずつ膝を曲げて足踏みをして下半身を温めていきましょう。目線はつま先、切りのいいところで足踏みを止めたら腰から背骨をまっすぐ伸ばします。足の裏、かかとがマットにつかない方はマットにつけようとする意識をしましょう。はい、
まま足をトコトコ、手の方に歩かせて吐いて深い呼吸、吸って両手をすねに当てて上体を半分に起こし、深い呼吸からいきます。吸って両手をすねに当てて上体を半分起こし、背骨を長く伸ばします。吐いて両手をマットにつけて上体を倒す。吸って両手を横から上に持ち上げて、吐いて両手を横に下ろします。吸って両手を横から上に持ち上げて、吐いて上体を前に倒し両手を床、右足を後ろに引いてつま先を立てる。前足も後ろ足に揃えて吸ってプランク、両膝マットにつけて胸を中吐いて同時に床につく。足の甲は寝かせて、吸って上体を半分起こし胸を開く。吐いておでこマット、吸ってつま先を立てて四つ倍を通り、お尻を吐いて斜め上へと突き上げます。ダウンドッグ、このままキープしていきます。目線はつま先、背骨を長く伸ばしていきましょう。吸って目線前、今度は右足を両手の間につけ、吐いて後ろの膝をマットにつけます。吸って両手を前から上へ持ち上げて、吐いて腰を落としていきます。肩の力を抜いて三日月のポーズ、そのまま両肘を曲げて肩甲骨を引き寄せて両手をマットに下ろします。今度はお尻を後ろに引いて前足の膝を伸ばして前足のつま先を手前に引き寄せます。かかとを押し出して、ふくらはぎの裏側、ももの裏の裏側を伸ばしていきましょう。そしたら重心を前に移し、四つ倍になり、吐いてお尻を斜め上、左足を大きく前に出します。両手と両手の間につきます。後ろの膝はマットにつけて、吸って両手を前から上に持ち上げる。吐いて腰を落としていきます。胸を開いて三日月のポーズ、肩の力を抜いてリラックスしましょう。そのまま両方の手の肘を曲げて肩甲骨を引き寄せてマットに両手をつきます。そのままお尻を後ろに引いて前足の膝を伸ばしてつま先を上に向けてかかとを押し出します。ふくらはぎ、ももの裏側を伸ばしていきます。重心を前へと移し、四つ倍を通り、お尻を斜め上へと突き上げます。吸って目線前、今度は左足を大きく前に出します。後ろ足も揃えて、吐いて深い前屈。両手をすねに当て、上体半分起こし、半分の前屈。吐いて両手を床につき、深い前屈。吸って両手を横から上に持ち上げて、吐いて両手を横に下ろします。今度は膝立ちの姿勢になります。はい、右足を真横に向かって伸ばし、つま先は正面向き、足の裏はマットにつけます。そのまま右手は右のももの上に置きます。吸って左手を横から上に持ち上げる。吐いて上体を右に倒します。
目線は上げている手の指先、胸を開いて脇腹を伸ばしましょう。吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、今度は左手を肩の真下のマットにつけます。今度は吸って右手を横から上に持ち上げて上体を左に倒します。脇腹の伸びを感じていきましょう。吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、もう一度膝立ちの状態になります。今度は左足を真横に向かって伸ばし、つま先は正面、足の裏はマットにつけます。左の手はももの上につき、吸って右手を横から上に持ち上げる、吐いて上体を左に倒します。目線は上げている手の指先、吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、今度は右手を右肩の真下のマットにつけます。吸って左手を横から上に持ち上げて、吐いて上体を右に倒します。脇腹の伸びを感じていきましょう。したら上の手も床について、そのまま手をトコトコ歩かせて、両手の間に左足が来るようにします。そしたら後ろ足を前足に揃えて深い前屈、両手をすねに当てて上体を半分に起こし、半分の前屈、吐いて上体を倒して深い前屈、吸って両手を横から上に持ち上げて、吐いて両手を横に下ろします。吸って両手を横から上に持ち上げて、肩の力は抜く、吐いて両手を体の横に下ろします。はい、それでは座りやすい座法で座ってください、はい、よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。この汗の量が物語ってると思いますとんでもなく運動不足を感じてたのと、初めてヨガで立ったっすけど、はいはい、効くっすね伸びてる感じは、はい、一番感じたかもしれないです。疲労回復ですかこれ。これは代謝を上げる。代謝、もうその通り効果絶大。よかったです。ちょっとハードだったかなと思ったんですけど、いやでもでもちゃんとついてこれ、なんかすがすがしいですねまだ素人ですけど、この全身を使ったヨガと宮古の海合う。合う。汗が止まらん。これは痩せますね。いいですね。最高。ふと見える海もいいですし、やっぱり波の音、うん、なんか癒し効果ありますよね。だ僕みたいにちょっと硬い方もいらっしゃると思うんで、この波の音がねだいぶね、頑張れ頑張れって自分のペースでいいですもんね。はい、そうですそうです。よし、いい感じだ。はい、宮古の自然のパワーってすごいですよね。感じます？うん、なんかのんびりできますし、うん、なんか時間を忘れられるし、なんかリゾート気分も味わえて、いや本当に楽園みたいですね。楽園ですよ本当に、まあ、もちろん海外もいいですけど、うん、海外行かなくても、はい、日本にもね楽園はあるんです。いや初めて宮古に来たんですけど、うん、こんな素晴らしい場所がね日本にあるんだと思って感動しました。ありがとうございます。僕も初めてヨガしましたけど、こんな素晴らしい世界があるの今宮古とヨガがこうした瞬間ですえ、また宮古来たいです。ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。ヨガマット買っときます次回もあなたの街でヨガスマイル、またお会いしましょう。